皆さんこんにちは。高解像レンズなのに捨て値で手に入ることがよくあるニコールレンズがあると聞いて、その実力を堪能してみたいアズイズカメラです。本日の動画は1100円でゲットした引き伸ばしレンズ L ニッコール 50mmF2.8 で近代標準ズームレンズと解像度対決をしてみました。引き伸ばしレンズとはフィルムに記録されたネガ像を大きな紙に拡大して焼き付けるときに使うレンズで、もともとは撮影用ではない産業用レンズの一種です。その用途から高解像や周辺までの安定した結像性能が求められるので、実は撮影用に使うと素直な良い結果が得られるという話はよく聞きます。ただ屋内で固定焦点距離専用のためヘリコイドがありません。撮影用コーティングもなく用途を失った状態でいろんなところでただ同然で見つかります。今回見つけたレンズは1957年という F マウントの歴史より以前に発売された引き伸ばしレンズです。古いものですが日本の誇る伝説の設計者の作品です。ニコンの歴史を語るニコール千夜一や大九夜の記事の中でこのレンズの開発者は脇本善治さんとあります。ウルトラマイクロニッコールの開発者の方です。ウルトラマイクロニッコールは史上最も精密な機械といわれる半導体製造装置のコア部品で、日本のみならず世界の半導体産業隆盛に大貢献されました。では改めてこのレンズを見てみます。東京のカメラ店でたったの1100円で状態の良いものを見つけました。そのヒストリーからするとただ同然ですね。 50mmF2.8 というオールドレンズとして一般的スペックで、ヘリコイドがないので使いにくいものの、フランジバックが長いので工夫次第でなんとかなります。フランジバックは 45.2mm とのことで、 E マウントの 18mm との差を埋めていけばマウントできます。アダプター4段重ねでやっていきます。最初に M39 を M42K に拡大、次に 6mm 厚のマクロリングを重ね、 17mm までの薄型ヘリコイドをつけてから 5mm 厚の E マウントアダプターをかませました。初期投資はちょっと必要ですが、全部汎用品なので一度手に入れてしまえばあとは無料です。すなわち無料で伝説の設計者による MF 標準レンズの誕生です。ヘリコイドアダプターをつけたので、これだけで全く普通の MF レンズとしてピント合わせと撮影ができるようになりました。ちなみにフランジバックが十分あるので、 LMEA7 を使ったオートフォーカス化も十分可能です。その際は M39 から M42、EF、LM マウント化の4段重ねです。EF アダプターは厚めの 1.6mm、EF マウントのフランジバックは 44mm なので 0.4mm ほど足りないはずですが、それぞれ若干オーバーインフに作ってあるようです。出来上がりはちょうどぴったり無限円が出る状態でした。魔法のアダプター LMEA7 は安くないですが、私は持っているのでまたしても無料で AF 化も完了です。使い方は何の問題もありません。絞り設定だけをレンズ側で行えば、手ブレ補正が効いた上で高速な増面位操作 EF 標準レンズとして実用可能になります。あとは実写性能がどの程度のものか、デジタル世代レンズ2本と、これまで試してみたドイツ製の高成績オールドレンズ2本の解像度テスト結果と比べてみます。使用カメラは頼れるオールドレンズ母艦 α7-2 です。もう発売から10年近くなりますが、必要十分な解像度手ブレ補正を備えて LMEA7 が使えるので絶賛愛用中です。第3元ズーム A09 と現役ソニー標準ズーム EPZ16 から50は 50mm 設定、ドイツのテッサーペンタコンは同じ F 値の範囲で比べてみることにしました。解像度テストのソフトは CIPA、 カメラ映像機器工業会様が公開しているフリーソフトハイレス IV です。レンズ中央部分の解像度を測ることができます。使い方はチャートの写真を取り込み、くさび型を指定して処理実行を押すと線をどこまで見分けられるかでレンズの解像度を計算し本数で示してくれます。テスト方法は
三脚に固定した α7-2 から解像度チャート F 値を変えながら撮影し、その平均解像度を比べるというものです。画面には F2.8 からのチャート4枚を出していますが、実際には F11 までの5枚を撮影しました。5倍拡大していますが、 F2.8 から肉眼では差が分かりません。 F5.6 で最高解像度でした。5枚の解像度平均は3291本です。開放から数値的に安定しています。引き伸ばしレンズというのはさすがですね。そして同様のテストを他の4本でやった結果がこちらです。外部サイトの解像度スコアが良好だったタムロンの第3元標準ズーム A09 の平均が3224本でした。現役で売られているソニーの EPZ16 から50は F5.6 からしか撮れない上に、平均値で3095本と大きく遅れを取りました。1970年代製の高野メテシサーは3132本、超コスパオールドレンズとして人気のペンタコン 50mmF1.8 は大健闘の3250本と出ました。すなわち比較した4本すべてを今回のエルニッコールが凌駕する結果となりました。特に F2.8 時点のスコアは明らかに上でした。屋内撮影では噂通りの好成績ですね。さすがは世界を席巻したウルトラマイクロニッコールの設計者の産業用レンズです。次は本来の使用条件と全く異なる屋外での無限遠撮影テストです。屋内専用レンズなので、どんな写りかとても興味深いです。場所は近所の公園ですが、無限遠でも高解像、色もしっかり出て良い写りなのがすぐ分かりました。どうやら外でも使えるみたいです。日は違いますが、タムロン A09 の写りと比べてみます。 A09 の方は最高解像度だった F8 での撮影です。拡大して比べてみましょう。中央部分を4倍に拡大したぐらいではあまり差を感じません。20倍にまで無理やり拡大してもほとんど互角、わずかにニッコールの方が解像感が高いかもしれません。どうやら無限遠での結果も屋内と同等と言えそうです。このエルニッコール、屋外、無限遠でも素直な濃い撮影ができるようです。ステネで売られるには惜しいほど楽しく撮影できました。ただし屋外撮影用コーティングがないこともあり、逆光には激弱でした。画角に光が入ると一気に破綻するので、そこは気を使う必要ありです。動画も撮ってみました。光の向きさえ気をつければ、1950年代設計のレンズで撮ったとは思えない解像感のある撮影ができました。最後にポートレート撮影として、ワンコチャンネルです。撮影はちょっと前のもので、元気にボールで遊んだ後ご機嫌で撮らせてくれました。このあと冬はこたつに入ってばかりでちょっと太り気味なので、また春になったらダイエット頑張らなければいけません。まとめです。ジャンク箱で見かける機会の多い引き伸ばし用ニッコールですが、そのヒストリーにたがわない撮影結果が得られて大満足です。フランジバックが短すぎず長すぎないので、市販のアイテムを組み合わせるだけで MF か AF かとも簡単にできたのもとても良いです。唯一の問題は逆光激弱な点なので、 40.5mm 規格のレンズフードをなんとか手に入れていずれ取り付けたいところです。残念ながら持ってませんでした。引き伸ばしレンズは他にもたくさん見かけるので、これからも良いものがあり次第確保してぜひ試してみたいと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。